やっぱり来てくれたわね。ほら座って座って、お姉さんがご馳走してあげるから。それなんですけど、食事は遠慮しておきますよ。代わりに話を聞かせてください。何よ、いいじゃない。それとも何、僕たちは警察の偉い人みたいに賄賂は受け取らないぞってこと？俺は別に、おごってくれるなら喜んで。私も別に、菓子を作るのでなければ。まあ、そうね、常識の範囲内なら問題はないと思うけど。潔癖症なのはロイド君だけみたいね。固いばっかりだと捜査官として大成しないぞ。わかりましたよ。ただし酒はなし。それ美味しい。かなり腕の立つコックがいるみたいね。なかなか美味です。しかしこんなうまい料理に酒がないなんてありえねえぜ。なあロイド、せっかくのおごりだしちょっとくらいいいだろう。ダメだって、こっちは仕事中なんだから。どこかでけじめはつけないと。はいはい、ったくうちのリーダーは固いね。ランディさんが柔らかすぎるのではないかと。そうね、さすがに仕事中にお酒はどうかと思うわ。面白いわね、あなたたち。点でバラバラな顔ぶれなのにどこかまとまってるっていうか、なかなかいいチームみたいね。褒めても何も出ませんよ。それより旧市街での事件に関しては、さっき一通り話した通りです。あなたが持っている欠けたパズルのピース、そろそろ話してくれませんか？もし嫌だって言ったら。グレイスさんのことを今後一切信用しないだけです。お話をする機会も今日で最後になるでしょうね。嘘嘘、大気にしちゃやーよ。でもその毅然としたところは結構いいわね。優しげなマスクとのギャップがなかなかそそるっていうか。さてみんな、そろそろ捜査に戻ろうか。ええ、そうね。はあ、こっ、冗談だってば。パズルのピースでしょ、ちゃんと話してあげるから。はあ、まず前提として、あなたたちルバーチェって知ってる？その名前は。なんだ二人とも豆鉄砲食らったような顔をして。ルバーチェ商会、クロスベル市で認可された法人にそんな名前があったような。表向きは認可された法人を名乗ってるわ。だけどその実態は昔からクロスベルの裏社会を支配しているマフィアよ。マフィア、犯罪組織というわけですか。なるほど、そういうのがいるって噂は聞いたことはあるが。ロイドとお嬢は知ってたみたいだな。ああ、クロスベルに住んでいたら嫌でも耳にする名前だからな。いろいろなコネクションを持っている組織みたいね。有力者とのつながりもあるから警察も簡単に手が出せないって聞いたことがあるけど。なるほど、裏社会はどこの国も同じか。そのルバーチェが
どうかしたんですか？うん、それなんだけどね。最近ルバーチェの構成員が妙な動きを見せてるらしいのよ。どこか忙しそうっていうか、積極的に動いているっていうか。それで私も暇を見ていろいろ調べているんだけど。マフィアが忙しそうに動いている。どう考えてもいい予兆ではなさそうですね。あなたが旧市街に来ていたのももしかしてそれと関係が。そういうこと。ある筋から聞いたんだけど、半月ほど前マフィアの構成員が旧市街をうろついていたらしくてね。しかも人目を避けるように質素な格好をしていたらしいのよ。何かあると思わないかしら。匂うな。なあ、プンプンする。二つの不良グループが同時に起こすのは難しいと思われていた二件の闇討ち。そこに新たな第三の容疑者が現れたわけね。でもおかしいです。なぜマフィア組織が不良グループのメンバーをわざわざ闇討ちに？なあ、問題はそこだ。何らかの敵対関係があるなら話は単純なんだけど。私の知る限りそういったいざこざは今までなかったんだけどね。同じ暴力的なところはあってもマフィアはプロだし、不良たちは所詮アマチュア。利害が絡むわけでもないから対立する接点がないのよね。じゃあどちらかのグループが相手を潰すためにマフィアと手を組んだってのはどうだ？その場合自分とこの闇討ちは偽装ってことになるだろうが。そこまでやるかしら。ああ、少なくともあのワジとワルドの二人にそこまでの険悪さはなかったな。どちらかというとなんとなくお互いを認め合ってるような。ほら、鋭いじゃない。私の知る限りあのバルド君とワジ君はいい喧嘩相手って感じなのよね。もともとあの旧市街にいたのはバルド君のサーベルバイパーだけだったんだけど、そこに2年くらい前あのワジ君がふらりと現れてテスタメンツを結成したのよ。当然バルド君たちに絡まれて締め上げられそうになったんだけど。ひょっとして返り討ち？そうそう、そうなのよ。ワジ君ああ見えて格闘術をやってるみたいでね、目にも止まらぬパンチとキックで油断してたバルド君を叩きのめしちゃったらしいの。あら、意外です。はあ、あんな可愛い顔してそんなに強かったのかよ。あのバルドも相当なものだったけど。まあ最初は油断しただけで、その後は何度かやり合ってほぼ互角の勝負みたいだけどね。でもそういう経緯があるからお互い認め合っているみたいよ。なるほど、ライバルというわけですね。となるとマフィアを利用して相手を潰そうって線はなしか。そうだな、二人とも人望は厚そうだから手下の暴走じゃなさそうだし。そうなると私としたことがサービスしすぎちゃったかな。他の取材があるからこれで失礼させてもらうわ。まあせいぜい頑張っていい記事を書かせてちょうだい。我が道を行くって感じの人ね。でも
彼女のおかげでかなり情報が揃ってきたわ。ああ、マフィアの話が聞けたのはかなり大きな収穫だった。問題はどうしてマフィアが旧市街に介入してるのかだけど、これは難しいな。判断できる情報が少なすぎる。警察のデータベースでも見た覚えはありません。セキュリティの高い場所に隠されてるみたいですね。いわゆる機密情報ってやつか。彼らを取り巻く関係を考えるとその可能性は高そうね。一度支援課に戻ってセルゲイ課長の判断を仰ごう。なんとか自力で解決したかったけど、そうも言ってられないみたいだ。そうね。そんじゃとっとと戻っておっさんを捕まえるとすっか。戻ったのか。不良どもの喧嘩ちゃんと止めてきたのか。課長、それなんですが、少し厄介なことになってきたかもしれません。ああ、なるほどな。あの課長、そうだな、この件に関してはお前たちに全て任せた。え？あの、それはどういう。ここで引くもさらに突っ込むも判断は任せたって言ってるんだ。ルバーチの件に関してもお前たちに教えることはない。全部自分たちで調べてみろ。そんな無茶な。俺がやめろと言ったらお前らは納得できるのか。え、マフィアの件に関してはそれだけ面倒くせえ問題なんだ。もし俺が上司としてまともな判断をするんだったらやめるとしか言いようがない。それでいいのかよ。いいえ。ま、ここで打ち切りってのはちょいと後味が悪いかもな。そうね、いろいろと知ってしまったし。同感です。ま、そうだな。何も知らない小僧どもが足を滑らせて大怪我でもしたら寝覚めが悪いしな。せめていいアドバイザーをお前らに紹介してやろう。いいアドバイザー？グリムウッド法律事務所。あれ、どこかで聞いたことがあるような。西通りにある法律事務所だ。イアンっていう名前のひげ面の弁護士先生がいる。ああ、あのパン屋の裏手にある。そういえば俺も前いた時何度か挨拶くらいはしてますね。私も聞いたことがあります。確か企業や貿易商などの
法律相談をしている先生ですよね。その一方で市民の法律相談にも親身に乗ってくれるという。ああ、クマみたいなひげ面してるからクマひげ先生なんて呼ばれている。あの先生ならマフィアについてかなりの情報を持っているはずだ。ひょっとしたら警察も知らない最新情報なんかもな。な、それはすごいですね。何者だよその先生は。ま、会えばすぐにわかるさ。前に俺が会った時に特務支援課のことは話している。お前たちの身分を明かせば話ぐらいは聞いてくれるはずだ。この機会に挨拶しとけ。わかりました。西通りならすぐ近くだ。とにかくその法律事務所を訪ねてみよう。ええ、わかったわ。行きます。グリムウッド法律事務所ここがそうみたいね。ああ、その先生のことも何度か見かけたことがあるよ。そんな偉い先生だなんて思っても見なかったけど。それでは先生、今後ともよろしくお願いします。なあ、それはいいが、しかし君たちのところはもう少しなんとかならんのかね。少しは市民の気持ちというものをだね。市民の人気取りが仕事ではありませんので。それでは失礼します。お前たちは、何かなるほどな。セルゲイさんが飼い始めた子犬どもというわけか。え？そのバッジ、あなたもクロスベル警察の？私のことはどうでもいい。どうやらイアン先生を訪ねてきたようだが、くれぐれも余計な時間を取らせるんじゃないぞ。お前たちのような役立たずと違っていろいろと忙しい人だからな。なんだ今のは。どうやら
本部の捜査官みたいだけど。いたけだかな感じですね。しかしあのメガネ、ずいぶんとやるみたいだったぞ。左脇のところにでかい獲物を吊るしてたな。そうなのか。よく気づいたわね。私もセンサーで感知しました。大型の軍用拳銃。ああ、多分そうだろう。はあ。二人ともすごいわね。たまたまさ。それよりその先生を訪ねなくてもいいんですか。ああ。忙しいところ悪いけど挨拶させてもらおうか。